えこんにちは、お久しぶりです。えー、先週、先々週の金曜日かなんかに新しいバイクが来て、うー、ウーバーはいつも車両変更すると1週間ぐらいかかるんですけど、早くて2日でやって、 で日曜日、日曜日から先々週の日曜日から稼働してまあ2週間ぐらい経つんですけどまだあの、任意保険入ってないんでウーバーとメニューは任意保険を写真撮って,てんあの送らなくてもいいんでまあまだ入ってないんですけどあの昨日近くのあの 保険見直し本部行ったら予約制だって言われて、月曜日行くことになったんですけど、で、出前館は任意保険を写真アップロードしないとダメなんで、まだ、出前館は前の車両のままです。で、今回あの、前は、鈴木のレッツ2のやつで、 4万,万7000円でどっかちょっと遠いところであのジモティーで調べて買ったんで,で23年持つだろうと思ったら1年弱ぐらいでダメになっちゃってもう後ろタイヤなんか山全然なくてちょこちょこパンクしててであのスピードメーターのワイヤーも切れちゃってで右の前 ブレーキのワイヤーも切れちゃって、それの前、右の前、ブレーキワイヤーがメーカーにもうないって言うんで、新しいの買った方がいいって言って、ちょっと、ローン通らない人なんで、中古しかダメだったら、1台中古入ったばかりだから、それ整理すればいいから、最初7万入れてくれれば、あと、いいよって言うんで、必死で7万作って、でやっと来たって感じです。で、前のバイクは、 燃費悪くて、一日朝、近所のスタンドで満タンにして、で、仕事途中で入れてたんですけど、あの、今回のやつは、めちゃくちゃ、あ、今回は、あの、ホンダのトゥデーなんですよ。F60、F、F60、ん ?AF67 かなで、後期モデルで、で、結構燃費良くて、で、 し、あのー、ちょっとあのー、検索、グーグルとかで検索して調べたら、あのー、30キロぐらいで、リッター、63キロとか5キロとか出てるんで、で、下手するとし、朝、近所のスタンドで入れると、仕事、まあ、ひどい時は朝8時、あ、7時から夜9時ぐらいまでやるんですけど、まあ、ね、夕方6時、7時ぐらいで、18、 8件ぐらいから20件ぐらいだったらもう、あの、1日入れないで、1回で朝入れたっきりで大丈夫で帰ってきて来れるんで、すごい燃費いいです。で、やったら静かです。前の、あのこれが普通なんだろうけど、前のがね、ちょっとうるさくて、で、ーストロークなんで、あの、年願の練習、オイルを オイルとガソリンを混合してこうやるんで、オイルが垂れ流しなんで、年賀2ンジオイル持って入れてて、そで、そうすると、あの、オイルのカスが、マフラーに詰まるんで、つって、今年の、今年の頭、頭ぐらいですかね、に、詰まって、全然スピードが出なくなったんで、あの、 アマゾンで調べて買ってつけたら、今度ベル、ボルトがちょっと合わなく、前ついたやつそのまま使ってた合わなくても、年賀状外れたりなんかするんで、もうアロンハゼくっつけちゃったんで、で、そのマフラーを外せないと後ろタイヤ取り替えられないんですよね。だから後ろタイヤ取っ換えなかったんですけど、で、あの、本当にもう、マフラーをつけてる、マフ、マフラーのあの排気口が直で来る穴、穴のところに、 6ミリかなんかのボルトを2個と、あと、本体にこうくっつけるボルトがあるんですけど、それ4本とももう、全然ダメで、それでもうアロハでくっつけちゃって、動かないようにしちゃったんですよね。で、ねえ、あと、1月、正月ですか、3日かなんかに、セルが動かなくなって、キックで動かして,て、セル、 もう取り替えたりなんかしてもうほーんとあの現そこはね一応持ってきてうちもバイク屋だからとか言ってましたけど結局はあの現状のままで動く動くようにして別にこれがそすぐダメになりそうだからって言ってあの取り替えたりなんかしてないですよそのまま持ってきてくれたみたいなんですで今今のところはもう完璧に治ってるみたいでで。 で、あの、音も静かだし、燃費もいいし、で、車体も軽い、あの、軽いし、あの、進行方向のと、逆側にピックのお店があったりなんかすると、あの、エンジン切って横断歩道を押しておら歩いてたんですいつも、今まで。今、今もそうなんですけど、で、やろうと思うと、えらい、軽くて、簡単に、 押せるし。まあ、難点は、あの、前のは、あの、サイド、スタンドが付いてたんですけど、今のは付いてないんで,で、今、アマゾンで注文して、あの、待ってる状態なんですけど、もうそろそろ付くんだと思うんですけど、もう3日か4日経つんで頼んでから。まあ、やっぱりスタンドがないとね、降りたときめんどくさいんですよ。で、前のは、 標準装備、装備でサイドスタンドついてたんで、あの、サイドスタンドを上げないとエンジンかからないあす、進まないんですよね。で、今度のあれだから、あの、サイドスタンド、そのまま、立てたままでも進んじゃうんで、まあ、それは気をつけたいと思います。というわけで、あのー、調子いいんで、あのー、まあ、月曜日、保険屋行って、任意保険入ったら、 あの、出前館も登録し直して、出前館も結構早いんで、2日ぐらいで、あの、メニューも2日ぐらいで、2日、3日かな、ぐらいで、で、3日目ぐらいに、まだですかーって,ってやったらすぐ OK ですってなって、あの、メニューは申請が終わるまで、今の、古い方の車両で稼働してていいんですよね。あの、 ウーバーは申請したら、申請が終わるまで、ん、稼働できないですけど、というわけでそういうところは違うんですよね。やっぱり、メニューの方がいいのかなとか思って、で、もう今年になってから出前イガンとメニュー全然稼働してないんで、もう今のところウーバー一本でやってるんで、で、昨日今日って休んじゃったんで明日、明後日ってバッチリやって、あとじ18件で、 カンクリなんでクエもらえるように頑張りたいと,思い,ますというわけでまた何かあったら、緊急報告というか、動画あげたいと思いますんで、登録の方とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。さよなら。